オフィスに行くぞ。そこに行けば事態がどれくらいひどいのかわかる。よし、花ジェル、命令に従え。そうすれば全てのだ。行くぞ。
エドワード、怪我はどれくらいひどいんだ。まだ死んではいない。立ち上がるのは無理だ。奴らをエレベーターから遠ざけてくれたのか。ああ、お前が言ったようにエレベーターを地下室に送り止めた。いいだろ。奴らが俺を残してここから出ていく前にかなりの数を倒した。しばらくの間人影は見ていない。多分どのくらい時間が経ったのかよくわからない。本当に立ち上がるのは無理か。お前の助けが必要なんだ。ああジャック、本当だ。そうか、まあ心配はいらない。私とここにいるお前の友達が何とかする。さあ行こう。奴らは間違いなく地下室に到達しているだろう。たどり着く方法をどうやって知ったのかわからないが、それは今は問題ではない。建物内の誰もいない場所を通っていかなければ。アブラメニンフィールドはまだ機能しているようだ。地下室のセキュリティドアのいくつかはすでに突破されてしまったようだが、奴らを止めるには急いだ方がいい。何らかの理由でロレンゾを狙っているようだ。具体的にここで何が起こってるの？もう知っておくべき時だな。異物がどれほどロレンゾを危険にしたか、どんな大げさな言葉を使っても言い表せない。人を殺しそうなほどの精神異常に加えて、彼はまた強化された筋力とほとんどの物理的ダメージに対する並外れた耐性を得た。彼はまた一種の局所的な念力も操る。それは異物そのものから発生しているようだ。さあ侵入者たちがロレンゾを解放する方法を見つける前に地下室に行かねばならん。ついてこい。気をつけろジャック。